点が終わりますと機関車はバックいたします。そして給炭水線に入りまして、昨日から今日にかけて燃やしました石炭の燃え殻の箇所整理を行います。ノーマートの機関車ですので、昨日から今日にかけて燃やしました石炭の量は約800キロほどございます。そのため多くの燃え殻が発生します。その除去作業を給炭水線で行います。その作業が終わりますと機関車はもう少しバックしまして、そして再び電車台に乗りまして、運転の方向チェックを行いまして、作業全てが終了します。なお、ご観覧中のお客様